スカットライン。俺の名前はヒロシ。廃業寸前の大平鉄工場を営んでいます。このままではあと少しで倒産してしまうほど困っていたところに、スミグロ林業のやる気だけさんから大量の注文をいただきました。急で悪いんだけど、1月31日に1キロサイズのやつ100から200用意しといて。綺麗な赤いやつね。じゃあ頼んだぞ。ありがとうございます。よし、大量注文だ。月末まで頑張って200本作るぞ。よし、新年会のカニ鍋の予約完了って。なんと、これがとんでもないすれ違いだったのです。おい、やる気だけ、明日の新年会はバッチリか？はい、部長の好きなカニ鍋を用意させていただきました。お、いいね。無事に社長へのプレゼンも終わったし、今年は忙しくなるぞ。さすが部長。明日の準備もビンゴ大会5回と俺の武勇伝発表会の調整がついたらバッチリです。なあ、やる気だけ。はい。今更だけど、ビンゴ大会5回もやるってどうなんだ？それとお前の武勇伝発表会なんかしなくていい。そんな話誰も聞きたくないわ。何を言ってるんですか、部長。俺が高校時代に 100m を9秒フラットで走って学校中を驚かせた話なんてもう最高ですよ。いや、その話が本当なら学校だけじゃなくて世界中が驚愕するけどな。おい、やる気だけ、お前本当に明日の予約できてるんだろうな。ちょっと心配だから店に確認の電話をしろ。まあ、部長あったら心配性ですね。じゃあ今から電話してみます。部長の機嫌も損ねないようにしないとね。あれ、やる気だけさんから電話だ。はい、大平です。明日予約しているスミグロ林業のやる気だけだけど。大変お世話になっております。明日だけど200で問題ないよね？はい、なんとか明日の夕方には間に合いそうです。予約してたんだから期日に間に合わすのは当然だろ。真っ赤で1キロサイズのやつ用意できてるよね？もちろんです。色もサイズもバッチリです。ほんと綺麗な形してますよ、この鉄鋼。何？鉄鋼って地方予備で鉄鋼っていうの？いや、だから鉄鋼ですよ。先日のサンプルの材質で H 型鋼にしてますよ。綺麗に1キロサイズでカットして綺麗な鉄鋼に仕上げてます。それと色もバッチリ赤で塗装してますよ。サンプル？鉄鋼？ H 型？こいつ、さっきからずっと何言ってんの？おい、お前、カニ料理屋の大広だよな？カニ？うち、大平鉄工所の大平ですけど、スミグロ林業のやる気だけさんですよね？はぁ、鉄工所って、てめえふざけんな！俺を騙すなんて、なめた真似しやがって！いえいえ、騙してなんかいませんって。今からお前んとこ行くから待てろよ。おい、どうなってるんだ？大丈夫です、部長。想像の範囲内でのトラブルですから。これはトラブルだと？とりあえず俺も行こう。いや、大丈夫です、俺が話つけてきますから。いいから早く行くぞ、これは部長命令だ。やりづらいが、わかりました。どうしたんですか、ヒロ社長？俺もわかんないんだけど、とりあえずこっちに来るって。社長ってほんと変な人に巻き込まれますよね。まあ、だから人気あるんでしょうけど。うるさいよ。30分後。このやおひろ、おめえ、うちに何の恨みがあってこんなことしてんだよ。ちょっと落ち着いてください、やる気だけさん。そうだぞ、恨みなんかあるわけないでしょ。ダンボルキのか、頭。おい、おひら、説明しやがれ。電話で発注してくれたのはやる気だけさんじゃないですか。うちからは電話してませんよ。もしかして番号間違えたんじゃないの？俺様がそんなミスをするわけないだろ。俺のスマホにもカニ料理の大ひろって登録してるし。どうした？今ネットで調べたら、カニ料理の大ひろは末尾が165です。うちは164ですよ。え？おい、やる気だけ、どういうことだ？それに以前俺の名刺も渡してますよね。いや、でもまさかカニ料理屋と鉄工所を間違えるなんて、ほんと変なやつ。
今さらキャンセルなんてできねえからな。ふざけんなよ。ふざけてません。ここまで用意しているので鉄鋼代は全額お支払いください。俺様は絶対に間違えてない。つうかお前は卑怯だぞ。俺様のいる会社が本気になれば弁護士使って一瞬でこの口座を消すこともできるんだぜ。卑怯なのはあなたです。個人口座にキックバックも要求してきましたよね。バカ、それは。その通話記録ちゃんと残ってますよ。それに銀行の振込履歴もすぐ出せますよ。キックバックだと？待ってください、違うんです。おいおいら、適当なことばか言ってんじゃねえぞ。キックバックなんて頼むはずないだろ。まあ1000円のキックバックなんで振り込みはしときましたけどね。1000円?20万のはずだろうが。20万？ああ、わかった。カニ1杯につき1000円のキックバックで2杯を注文したから20万のキックバックって計算だ。ほう、幹事を率先してやってくれると思ったらそういう魂胆だったのか。すごいます。だからこれは、その…おお、米津玄師の CD を20枚買ってきてって頼んだだけでして。いい加減にしろ。お前ってやつは本当に部長、俺はこいつらの悪質な罠に運悪く引っかかってしまっただけなんです。いっそのこと、こいつらの会社を潰してしまった方が我が社のために。お前、社長案件に関わってくれる大平鉄工所さんを潰すというのか？それは俺の顔に泥を塗り、社長に喧嘩を売るってことだぞ。え？どういうことですか？大平社長さん、うちの部下が本当に申し訳ありませんでした。全てを把握しているわけじゃないが、多分謝っても謝りきれないことをしてしまったようです。いえ、そんな。今回はご発注ということになってしまったわけですが、作っていただいた製品は本当に軽量で綺麗で、こちらが求めていた強度に達成してる大変素晴らしい技術です。 ありがとうございます。そこに失礼を承知でのお願いになってしまうのですが、来月から弊社と専属契約を結んでいただきたい。記者の技術力の凄さ、繊細さを弊社の住宅部門でぜひ使わせていただきたいんだ。うちが加工してそちらが作る家に使うってことですか？その通りです。地震にも強くて便利な鉄鋼を規格化し、素早く組み立てていくことで丈夫かつ早く完成できる家を作りたいのです。そのためにぜひ御社の鉄鋼を使わせていただきたい。キャッチコピーは、家を建てる速さはプラモデル級、家の丈夫さはプロトケラトプス級です。さすが部長、医者ついていきます。うるさい、お前は今から会社に戻って人事部と相談だ。まあうちの会社には入れなくなると思うがな。そうな、明日の日には今から何とかするので首だけはお許しを。そんなにカニがお好きなら俺いい海知ってますよ。ベーリング海ってとこなんですけどね、会社に居づらくなると思うのでぜひ行ってみてください。その後、大きなミスを犯しただけではなく、多数の取引先から個人的にお金をもらっていたやる気だけさんは抵抗むなしく会社を懲戒解雇されたんだとか。ベーリング会には行かず、どっかでフラフラしているようです。一方俺は墨黒林業と専属契約を結べたことで、業績は一気に右肩上がりとなりました。ボロボロとバカにされたこの工場もそろそろ建て替えることができそうです。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ぜひ他の動画もチェックしてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。